こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、大人のサンダル徹底解説ということで、皆さんに動画をお届けしてみたいなというふうに思ってます。もうサンダルといえば夏のですね、必須アイテムだと思うんですね。もう本当に涼しくて快適で、夏の着こなしにおいてはなくてはならない存在かなと思うんですが、 ただですね、なかなか大人の男性にはですね、カジュアルすぎてしまうという問題があって、まあ、ちょっと失敗するとおじさんっぽさがですね、より加速してしまうアイテムでもあるんですね。ですのでサンダルってどういったものを選べばいいのか、ものすごく重要になるわけなんですが、まあ、それにしてもですね、サンダル、選択肢がめちゃくちゃ多いかなと思うんですね。その中から大人に合うものはどれなのかということで、今回は大人に似合うサンダルというところでもう徹底的にですね、 皆さんに解説したいなと思っています。僕の中で押さえておいていただきたいサンダルというのは基本的に8種類あるんですね。 結構な量なんですが、今回ご紹介するサンダルさえ押さえておけば、あとはこの中で1足もしくは2足買い揃えれば、もう間違いがないかなと思うので、ぜひ皆さんに合ったサンダルを選んでいただくためにですね、今回の動画を参考にしていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょう はい。ということで、ここからですね、具体的に皆さんにおすすめのサンダルをご紹介したいなと思ってるんですが、まず重要な一つ目ですね。これはかなり注目度が高いというか、まあ、一番定番的なものを持ってきました。はい。こちらですね。 ビルケンシュトックのサンダルです。はい。これはもう外せない。名作だと思うんですね。まあ、ビルケンシュトックといえば、まあ、歴史も非常に深いですし、皆さんもですね、一度は名前を聞いたことがあるかなと思いますし、まあ、今までに履いたことがあるよという方も少なくないかなと思うんですね。まあ、僕もビルケンシュトックとの付き合いはすごく長くて、高校1年生の頃にですね、お小遣いを貯めて、ビルケンシュトック買った思い出があります。まあ、そう考えるとかなり長い付き合いなんですが、まあ、僕の中でもビルケンシュトックをよく履くよう な時とちょっとしばらくご無沙汰しているような時期があるんですが、まあ、最近はですねちょっとまたトレンド的にビル券ストックが盛り上がってきてるのでそのあたりも含めてよく発行ともですねまた増えてきたんですねまあ、その中で今年僕が買ったのはこちら チューリッヒという形のですね、サンダルなんですね。実はチューリッヒ自体もこれ僕にとっては2回目の購入になるんですが、今回はエルフィスの別注バージョンが出たので、こちらを購入しました。残念ながらですね、結構もう在庫がなくなってしまっていて、買いづらい状況ではあるんですが、このチューリッヒというモデルというのはですね、割とこう、こうしっかりと ホールとしてくれるようなデザインになってまして、このベルト部分ですね、ここをですね、調整することで、項の高さというところも調整をすることができるようなデザインになってまして、なんかこうダブルモンクっぽいような雰囲気ですね。このデザインがですね、ちょっと通好みで個人的にも気に入っているんですね。 で、以前僕が履いていたのは、いわゆるこう、ベージュとグレーの間ぐらいの色味のもので、それまたね、すごく雰囲気良くて、使い倒しました。それぐらい気に入っていたサンダルなんですが、まあ、今回はですね、ブラックということで、よりシャープさが際立つようなものにしました。まあ、現行のモーダーもブラックのスウェードのものはあるんですが、まあ、この別注バージョンということで、ソールの部分、足との接地部分がですね、マットなブラックになっているというところが、まあ、すごく使いやすい点かなと思うんですね。まあ、この素材使いですね。 サンダルというすごくカジュアルなものなんだけども、 素材をスエードにすることで上品に見えるというところ。そして何と言ってもこのね、先ほどもお伝えしましたダブル文句的なですね、デザインも含めて非常に完成度が高いなと思うんですね。ですので、サンダルというカジュアルなアイテムの中でも結構カジュアル寄りのものから綺麗めのものまであるんですが、このビルケンのチューリッヒに関してはやっぱり綺麗め寄りの立ち位置かなと思います。例えばリネンのシャツと合わせてみたりだとか、半袖のオープンカラーシャツと合わせたりだとか、なんかこうシャツのスタイルに 似合うようなそういったサンダルかなと思うのでぜひ皆さんもですねビルケンシュトックの一足としてこのチューリヒですねまあ、いろんなモデルがあって他にもお勧めしたいものあるんですねアリゾナとかも僕は大好きで EVA という素材のアリゾナはワンマイルシューズとして今でもですね自宅でよく履いているんですがちょっとこうおしゃれをして履いていけるようなサンダルとしてはですねチューリヒ一押しなのでぜひ皆さんチェックをしていただきたいなと思っています はい、続いて2点目のサンダルなんですが、これはですね、手羽のハリケーンというモデルのサンダルになります。僕の中でもすごく気に入っていて、ここ数年は手羽を履いていることが非常に多かったんですね。というのも僕の動画の中でもよく出てきたと思うんですが、もうすでにですね、1足目を履きつぶして、2足目もかなり履いた状態で、今年はですね、 結構サンダルたくさん買ったので、手羽の活躍の機会はだいぶ減ったんですが、未だにですね、名作として多くの男性にはですね、お勧めできるようなアイテムかなと思っています。いわゆるですね、スポーツサンダルというジャンルのものになっていまして、先ほどのビルケンストックに比べると、やはりですね、 カジュアルか綺麗めかで言ったらカジュアル用意になってくるかなと思います。ちゃんと足首を止めることができるので結構休みの日にアクティブに動いてもかなり履き心地がいいです。クッション性もあってなおかつ水にも強いのでそのまま川だとか海に入ってしまうことも僕は少なくなかったんですが様々なシーンでガンガンに使えるサンダルとしてはかなり使い勝手はいいんじゃないのかなと思います。まあ、デザイン面でおいても最初見た時にはだいぶ革新的な雰囲気あったかなと思うんですが今 ではですね履いてる方もだいぶ増えましてかなり目もですね慣れてきてるのかなと思いますスポーティーで機能的でデザイン的に無駄がないのでこれは使い勝手がいいかなと思います全てがオールブラック一色になっているので 割とですね、着こなし、どんな感じにもハマりやすいんですが、先ほどのビルケンシュトックに比べると、ちょっとスポーティーな雰囲気の着こなしには合いやすいかなと思ってまして、例えば、ノースフェイスの T シャツとか、アークテリックスの T シャツを着てだとか、さらに短パンのスタイルだとか、キャップをかぶったりだとか、そういったスポーティーな着こなしの時に、手羽のサンダルってめちゃくちゃ相性がいいので、ぜひですね、外遊び、ガンガンに楽しみたい時には、手羽という選択肢は、皆さんにはですね、ぜひ頭の片隅に置いていただ いただきたいなと思っていますまあ、この手羽のハリケーンというモデルは大定番なんですがその他にもですね少しずつ手羽の中でも他のシリーズにですね人気が発生していたりするのでぜひですねハリケーンから入った方も手羽の新シリーズも含めてこれからチェックをしていただけるといいんじゃないのかなと思っていますはい続いて3点目はですね アイランドスリッパになりますね。これまたですね、大定番の人気サンダルブランドなんですね。まあ皆さんもですね、画像を見ていただいて見たことあるなという方少なくないかなと思うんですね。いわゆる B3 型。もうベーシックな B3 型なんですね。もう海だとか海外に行ったら履きたいなと思うようなそういった大定番の形ではあるんですが、ただですね、素材使いがとても上品でスウェードでできているんですね。 このシンプルでカジュアルさ満載の B さん型なのに素材がラグジュアリーというですね、このギャップがこのアイランドスリッパの最大の魅力だと思ってるんですね。こちらのブランドというのは日本人のデザイナーの方がハワイに移住をしまして、そちらで立ち上げたブランドになっているんですね。で、作りもすごく成功で現地の職人さんが手作業で作っているので、やはりですね、素材感もいいし、作り自体も非常にいいんですね。そういった点で本来であれば めちゃくちゃカジュアルなはずのですね B さんが大人向けのラグジュアリーな雰囲気に生まれ変わっているのでこれがすごく贅沢なギャップだなと思っていまして個人的にもお勧めしたいブランドの一つかなと思います値段はですね正直安くはないんですねですがやはりですね大人の男性が履くにはすごく様になりやすいサンダルだと思うのでぜひ皆さんにもチェックをしていただきたいなと思います、まあ、カラー展開も結構豊富でブラック系のシャープなものもあればベージュ系のものもありますしあと 今日はです、ね、ブルーーかかかららネイビーぐらいいののの色味のものもな、ね、なり素敵かなと思いますベルトのストラップの部分もですね、いわゆる B3 型のものもあれば、クロスストラップになっているものがあったりだとか、さらには別注バージョンもあったりするので、結構どれを選ぶのかでも見栄えは変わってくるんですが、一番オーソドックスな B3 型で、 ブラック。このあたりがですね、もう定番的で間違いがないかなと思うので、ぜひ皆さんですね、様々なセレクトショップなんかでも取り扱いがあるかなと思うので、実物を見ながら、こういった 大定番の B さん型が良くて、なおかつですね、ハワイが好きな方、リゾート地が好きな方なんかには、すごく相性がいいかなと思いますね。これまた、ちょっと色鮮やかなリレーシャツとかで合わせたら、すごく相性がいいかなと思うので、大人のリゾートスタイルとして、ぜひですね、このアイランドスリッパーというブランドもチェックをしていただければなと思っています。はい、続いて4点目のサンダルなんですが、これは私物があるので、皆さんにご紹介したいなと思うんですが、 リカバリーサンダルというジャンルを開拓したこちらのウンフォスになりますね。これがですね、まあここ数年一気にですね、人気を獲得した、まあ、代表的なサンダルの一つかなと思っています。まあ以前ですね、こういったリカバリーサンダルという言葉って僕はあんまり聞いたことがなかったんですが、まあいわゆるですね、履いている時の疲労を軽減してくれるような機能的なサンダルになっているんですね。スポーツの後に履くことで リラックス感を得られたりだとか、足の疲れを軽減することができるという目的が非常に強いんですが、土踏まずの部分がですね、しっかりと支えられるような形になっていまして、包み込むような感覚、僕はウーフォスを履くとですね、ちょっとムニュムニュした感じがしまして、その柔らかさだとか、足へのフィット感というものが、なかなか他のサンダルにはない履き心地で、その点非常に気に入っているんですね。まあ、クッション性も高いですし、衝撃もしっかりと吸収してくれるので、かなり長い 距離を歩いたとしてもまあ割と快適だと思うんですねまあ、正直ですねこれを履いていていや疲労軽減したな回復したなっていう感じがあるかというとそこまでは感じないんですがただ履き心地は良くてなおかつ軽いので気軽に使いやすいのかなと思っていますこのような素材感って結構水に濡れても全然平気なので僕は川遊びだとかあとは海でも結構ガンガン履いてしまうんですが、まあ、この手のものって僕はビルケンシュトックのアリゾナの EVA の素材のものを使って っていたんですがもう長らく履いていましてちょっと雰囲気変えたいなということでまあ海川に行く時の新たな一足として僕はこのウーフォスをですね買い足したわけなんですがまあ、デザイン的なバランスもいいですし先ほどのアイランドスリッパと同じようにいわゆる b 3型になってるんですねただよりですねこの丸みはですねゆったりとしていましてシャープな感じというよりは適度にこうやぼったさを感じるようなニューバランス的な雰囲気もなくはないのかなと思って と思います。 ダサかっこよさというところがありつつも、色はシャープなブラックにすることで、割とですね、大人男性も似合いやすいような、カジュアルすぎない見た目も実現しているのかなと思っています。まあ、このウーフォスがすごく去年ぐらいから注目をされるようになって、様々なブランドとのコラボレーションも増えてきまして、僕は今年ですね、せっかく買うなら人と違うものがいいよねということで、アンドワンダーというですね、ま、登山系のアイテムを得意としたブランドがあるんですが、そちらとのコラボレーションモデルを購入しました。ベースは このコーの部分ですね。アンドワンダーのロゴがですね、白スプレーで吹き付けてあるというような、まあ、すごくですね、デザイン的なアクセントが 光るような一足に仕上がってまして、個人的にも気に入ってるんですね。ただなかなかこのウーフォースのサンダル、今人気で手に入りづらいというところが、まあ唯一のデメリットかなとは思うんですね。まあこの人気はどれぐらい続くのかはちょっと見えないですが、一つの流行が起きたら、まあ大体3、4年ぐらいは継続して履かれるので、僕もこちらはですね、ガンガン履き倒したいなと思ってます。ちょうど、ビルケンシュトックの EVA のアリゾナが出始めたのって、今から そうだな。ちょっと正確ではないですが、4、5年ぐらい前だったと思うんですね。それぐらいから僕は2足ぐらい買って履き倒したんですが、まあ、徐々にですね、新しい流れとしてこういったリカバディサンダルが出てきたので、ここ数年はこちらのサンダルをですね、ガンガン履き倒したいなと思うので、ぜひ皆さんもですね、トレンド感があって、なおかつ足の疲れをですね、リカバーしながら履けるサンダルとして、ウーボスもですね、ぜひチェックをしていただければなと思っています。 はい、続いて5点目のですね、ジャンル。これまたですね、スポーツサンダルというところで皆さんにご紹介したいと思うんですが、僕も私物があるので、これは持ってきました。 ほかおねおねのホパラというモデルですね。これは最近買った中で実は一番気に入っているサンダルなんですね。まあこれはね、ちょっとこうサンダルというよりはよりスニーカーに近いかなと思うんですね。まあ遠目から見ていただいても結構スニーカーライクなのが分かっていただけるかなと思います。ほかおねおねらしいですね。ちょっとゴツめのソールも厚めでゴツゴツとした雰囲気がちゃんと楽しめながらもそこをベースにちょっとサンダル風にくり抜いてあるという 言った方が僕はですね表現としては近いのかなと思うんですね。ソールの部分もこのあたりは空いていますがまあ、結構スニーカーライクな見た目になってますし履き心地としてもサンダーの中ではしっかりと足をホールドしてくれるのでかなり履きやすいです。その点はですね 割とこうスニーカー用のアイテムでサンダル感というのはそこまで強くないんですが個人的にはですねその雰囲気も含めてなかなか完成度が高いんじゃないかなと思いますまあサンダルの中では先ほどお伝えした通り厚底なんですね他おねおねのスニーカー自体が割と底が厚いものが多いんですがそこをちゃんと継承していまして身長が漏れるんですねこれは個人的にかなりありがたくて僕は身長1 6 4チ五5 3キロと小柄なのでそういった僕にはですね 非常にありがたいサンダルかなと思います。他のサンダルって結構やっぱりそこがそんなに厚くないものも少なくないので、そういった点ではこの漏れる感っていうのは間違いなくありがたい点かなと思います。で、デザイン的な部分なんですが、結構これまたウーフォスと同様に丸みがあるようなシルエットでシャープな感じではないかなと思うんですね。どちらかというとこれまたこうポテッとした感じで、 独特のやぼったさがあるんですよ。そのあたりもニューバランスっぽさというか、ダサかっこいいジャンルに入ってくるのかなと思います。手羽のサンダルなんかは割とこうシャープで無駄がないので、正当派に近いかなと思ってるんですが、この他オネオネのスポーツサンダルに関しては、割とスニーカーライクで、ちょっとこうやぼったさがあるというところが、まあ今の時代感には合ってるんじゃないかなと思いますね。で、紐に関してはこのようなストラップになっていまして、わざわざ靴紐をですね、結び直すような必要もないという ところここもね、僕は作りとしてはすごく好きなんですね。まあ、時々このようなスニーカーってあるんですが、まあ、例えばトレランシューズで有名なサロモンですね。僕も一つスニーカー持ってますが、そのあたりもこのような紐の付け方をしてあるんですけども、このあたりの着脱のしやすさっていうのも非常に便利ですし、まあ、普通のサンダルに比べると、 もうなんだろう、うビルケンシュトックだとか、アイランドスリッパとかも、スポッと履けるので、それがめちゃくちゃ楽でいいんですけども、こちらは、ちょっとこう足を入れて、かかとのこの紐をですね、ぐっと持ち上げながら、 入れ込むみたいな感じなので、一手もあるんですよ。そこのですね、快適さというところは少し劣ってはしまうんですが、一度履いてしまえば、ほぼスニーカー的に使えるので、かなり履き心地がいいんですね。そのあたりは一つですね、メリットとして挙げられるかなと思います。そして、他のね、らしいですね、このデザインの ごつさというところも楽しめるので、僕はですね、短パンのスタイルだとか、ちょっとこう着こなしにですね、シンプルすぎてアクセントを足したいなという時には、このスニーカーを履くようにしています。無地の T シャツってかなりシンプルじゃないですか。どうしてもコーディネートが寂しく感じてしまうので、そういった時の足元は、ちょっとこういったスポーツサンダルの中でも、他オネオネを使うことで持ってあげるという感じでバランスを取るようにしてるんですね。非常にですね、バランスのいいサンダルなので、ぜひ皆さんも候補の人 一つととしてげててげいいただければなと思っていますはい、続いて6点目のサンダルなんですが、まあ、今回ご紹介する中で一番ですね、カジュアルと綺麗めで言ったらこちらですね、綺麗めよりというところで皆さんにご紹介したいジャンルなんですが、これがですね、もう僕の動画の中では定番的ですね、はい、グルカサンダルになります。これは特定のブランドは、 あえてあげないんですが、僕がですね、今年買ったのは、ビューティアンドユースのオリジャンのもので、これまたですね、僕の影響があるかどうかは定かではないんですが、もう在庫がほとんどないんですね。完成度は非常に高くて、僕はですね、今季の中ではすごく一押しだったんですが、こちら、グルカサンダルというのは、このですね、大体5、6年ぐらい前から、ちょっとじわりじわりと人気が高まってきていて、最初はですね、これ誰が履くんだと思っていたんですよ、 僕もなかなかこの見た目のですね、いかつさというか、見慣れないじゃないですか。こんなサンダル履いてる人ってほとんどいないですよね。ましてや、今からもう5、6年前なんかは、まさにですね、このサンダル履いてる方なんて、もう本当に1年の中でも数回しか見ないぐらいだったんですが、だんだんここ最近ですね、トレンドというところで定着していまして、自由なんかでも作っているので、そうなるとですね、一気に認知度も高まってくるわけなんですが、今は大人向けのサンダルとして、まあこういったものを履いていて、 ななななんんかかおししゃゃれだととといいいうところで理解してもらええる方が増えたんじゃないのかなと思います面白いもので、こういったものっていうのも、あまりに早すぎてもですね、理解されないんですよ。今から5、6年前にこれ履いていても、なんか不思議な靴履いてるな、あの人って感じになってしまうので、まあ,ある程度早すぎるよりは、ちょっとですね、時代感が追いついてきて、GU とかユニクロに並ぶようになったトレンドから試すというのが、僕はちょうどいいバランスかなとは思ってるんですね。 そのあたりで言うと、このグルカサンダルは参入するには非常にいいタイミングかなと思っています。まあ、レザーのサンダルというところで、今までの中で最も綺麗めなんですね。アッパーの部分はこのようなレザーのですね、ストラップになっていまして、この太さ自体で全然印象が変わるんですね。ビューティアンドユースのものは、割とですね、太めなんだけども、太すぎないというバランスが気に入っていまして、デザイン的にもゴテゴテしてないんですよ。なので非常に使いやすいので、こちら皆さんにもお勧めしやすい 安いいようななレザーサンダルの一つかなと思います、まあ、今季は結構グルカサンダル豊作で僕もですね、メンバーシップのチャンネルだとか、あとはオンラインサロンで結構紹介したんですが、ジャランスリワヤのグルカサンダルとかもめちゃくちゃかっこよくて結構早い段階で売り切れてしまったんですが、本当にね、このあたりすごくいいものがたくさんあるので、他にはグリーンレーベルのものだとか、まあ、今季の GU のものも悪くないんだけども、個人的には去年の GU のモデルがめちゃくちゃ良かったなと思ってるんですが、まあ、様々な価格帯のものもあるので、 この辺りはですね、いくつか参考を概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひチェックをしていただきたいなと思っています。まあ、どのような着こなしに合うのかというと、やっぱりですね、半袖短パンみたいなスタイルよりは、シャツを着たようなスタイルの時に非常に怪しいなと思うんですね。 オープンカラーシャツだとか、レギュラーカラーの半袖のシャツだとか、またはリネンシャツだとか、そういったシャツの重ね着、もしくは半袖ニットのような上品なトップス、そのようなものを着ているときにグルカサンダルはめちゃくちゃ相性がいいです。これを履くだけで一気にオシャレ感が漂いやすいので、ぜひ皆さんもですね、まだトライしてない方は試着からですね、試していただければなと思っています。 はい、続いて7点目はですね、これまた大定番で履いている方もいらっしゃるかなと思うんですが、キーンのユニークというサンダルですね。 これまたですね、ここ数年、かなり履いてる方も多いですし、まあ大手のセレクトショップでも取り扱いがあるので、見たことあるという方は少なくないかなと思うんですね。僕も最初にこのキーンのユニークを見た時には、めちゃくちゃ特徴的なサンダルだなと思ったんですね。アッパーのデザインなんですけども、ポリエステルコードをですね、2本使って構成されてるんですが、本当にね、それだけでできてるとは思わないぐらい成功な作りになってまして、このぶっ飛んだデザインですね。これはですね、僕はし 攻撃を受けましたね。まあ、コードで構成されているということもあって、通気性がめちゃくちゃ高いです。先ほどの他オネオネのホパラと比べても、断然涼しさというところは、こちらに軍配が上がるのかなと思います。まあ、独創的なコードを使ったデザインなんだけども、通気性が良くて、ソールもやっぱりクッション性があって、履き心地もしっかりと考慮されてるんですね。そのあたりの見た目だけに振りすぎずに、ちゃんと履きやすい、機能的というところも含めて、完成度が高くて、ファンが多いのも頷けるかなと思っています。 思っていますで、結構カラーも豊富で一番オーソドックスなところで言うとブラック。このようなちょっとデザインがぶっ飛んでるものに関してはブラックでちゃんと引き締めるというのが王道なんですがそれだけじゃなくてベージュですね。この色味もすごく良くて肌馴染みもすごく良くてなおかつこのベージュの色合いもちょっとグレイッシュなところがあってなんかこう黒男好みのですねいい色なんですよね通常のブラックを選ぶのもいいんですがあえてベージュを選んで人との違いを 出していただくのもすごくいいかなと思いますまあ、デザイン的にもエッジが効いているので足元で少しですねアクセントを作りたいという方には非常に向いているサンダルだと思いますし履き心地の良さというところも実感していただきたいなと思うんですねただ結構細身にできているので普段のサイズよりはちょっとハーフサイズ上げたぐらいの方が結構フィット感としてはちょうど良かったりするのでサイズ選びはですねぜひ皆さんしっかりと考慮しながら選ぶのがいいかなと思っています素足で履いてもいいですし意外と白のソックスなんかで 合わせててももらってもバランスが良かったりするので、まあ、スポーツサンダーの中では結構いろんなジャンルがあって、なかなか選ぶのが難しいかなと思うんですね。手場もあればウーフォスもあって、なおかつ他オネオネもあって、このキンもあるという中で、まあ皆さんどれを選ぶのかは人それぞれかなと思うんですが、一つのですね、選択肢としてこちらも頭の片隅に置いていただければなと思っています。 はい。ということでね、ラスト8点目ですね。こんなにサンダルについて話したことは僕自身も初めてなので、だいぶ息切れをしてきましたが、ラスト皆さんにご紹介したいのは、苗木のエアリフトですね。この苗木というジャンルもサンダルの中では欠かせない存在かなと思うんですね。その中でも、やはりですね、代表的なのはエアリフト。 これは間違いがない選択かなと思います。これリリースされたのは1996年ということでかなり前ですよね。僕の中では1996年というとスニーカーブームの真っただ中でエアマックスが非常に流行っていたりだとかバスケットボールシューズいわゆるバッシュですね。エアジョーダンシリーズだとかそういったものがもう全盛期だった時代で僕自身もうど真ん中ですね。まだ中学生から高校生ぐらいのですね、間だったと思うんですが、まあ、それぐらいの時期はですね、スニーカー もう一生分ぐらい買ったなというぐらいいろんなものにトライしたんですが、その中でも一切を放っていたのが、このエアリフトというサンダルですね。もう最初見た時には、これは何だろうなと思ったんですね。今見てもそのように感じる方は少なくないかなと思うんですが、いわゆる日本人の感覚では、 たびですね、つま先部分が2つに分かれているという形で、これがですね、かなり斬新に映ったわけなんですが、それがですね、2022年になっても、未だに斬新なデザインとして、多くの方をですね、魅了しているのかなと思っています。まあ、これまたですね、スニーカーとサンダルをうまくミックスしたようなデザインになっていまして、割とホールドする部分が多いので、履き心地もすごくいいんですね。つま先部分もちゃんと保護してくれますし、歩き心地もなかなかいいです。で、甲の部分 もある程度はストラップになっていまして調整がしやすかったりするのでまあ、いろんな足型の方にもある程度はですね対応しやすい形かなと思いますただあまりに足幅が広い方だとなかなかフィットしづらいというところも特徴ではあるのでぜひ試着をしてから買っていただきたい靴かなと思うんですねもともとエアリフトっておしゃれ上級者の方が外しのアイテムとして使うことが多かったんですね あえてセットアップを着て、その外しとしてエアリフトを履いたいだとか、そういった、あえてこれを合わせるみたいな着こなし方が最初は多かった印象で、このデザイン的な特別感というところを存分に活かしている方が多かったんですが、最近再発売されるようになってからは、割といろんなシーンで使われることが増えてきまして、もちろんですね、外しの要素として履くことも少なくはないんですが、スポーティな着こなしの中に合わせるのも全く問題がないので、このあたりは、半袖短パンの中に合わせるスタイルも ぜひ皆さんにはトライをしていただきたいですし、ちょっとエッジを効かせた合わせ方もですね、全然 NG ではないかなと思うので、そのあたりのですね、幅の広さ、いろんなスタイルにも合わせやすいというところは、意外と使いやすいのかなと思っています。まあ、カラーはブラックのアッパーとホワイトのソールというところで、結構モード感があって、非常に合わせやすいんですよね。 この辺りも含めて意外と履くとそこまで違和感がないというところ。そしてこの独特の旅風のデザインというのは、マルジェラもやっていますよね。まさしく旅というモデルがあるんですが、やはりモード的な雰囲気も強かったりするので、ぜひですね、ナイキのこのエアリフト、エッジの効いたデザインを楽しみたいという方にですね、楽しんでいただければなと思っています。 はい。ということで、いかがでしたでしょうか今回の動画では、大人のサンダルを完全解説ということで、まあ、この動画さえ見ていただければ、どれを買えばいいのか、本当にいろんなジャンルがあったので、もう一発で分かりやすいかなと思うんですが、その半分ですね、めちゃくちゃ長くなってしまいまして、僕も情熱を込めてお話しした結果、喉がガラガラになってくるという展開だったんですが、まあ、最後までお付き合いいただいた皆さん、本当にありがとうございます。まあ、倍速でもいいのでね、また今後何回か見返していただくと、 夏のサンダー選び間違いいいがないかなかという,ふうに思ってますぜひコメント欄で皆さんの気に入ったもの一つでもいいですし二つ三つでもいいですし書き込んでいただければなと思ってますしまたこれ以外にもこれもいいですよというのがあったらですねぜひコメント欄で教えていただければなと思っています、まあ、これからもですねこのような形でこちらのチャンネルではメンズファッションの基本をですねなるべくわかりやすく解説をしたいなと思っているんですがもう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネットの解説は YouTube のメンバーシップチャンネルというものを別で用意をしていますので、そちらで解説をしています。気になる方はですね、概要欄からチェックをしていただければなと思っています。また、オンラインサロンも開催していまして、そちらは写真と文章ベースで、なるべくコンパクトにですね、おすすめのアイテム、コういうネット解説なんかを行っていますので、こちらも気になる方は、概要欄からチェックをしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。